こんにちは、翔太です。今回なんですけど、Apple のですね、App Store ですかね。こちらの最低価格がですね、変わります。というか、価格が全体的に変わります。で、これですね、アプリ内の課金にも適用されるっていうところで、まあ、おそらくですね、我々がやっている放置少女ですね、こちらに関しても、適用されるんじゃないかなと個人的には思っています。以前もですね、一回確か値上げっていうのがあって、ちょっといくらからいくらになったかっていうのはあまり覚えてないんですけど、まあ今は1万円とかキリのいい課金が変わると思うんですけど、あれが以前までは9000いくらだったかなというふうに思います。で、まあ累計チャージするときにちょっとめんどくさいなと思っていたんですけど、今はですね、割とキリのいい数字になって、まあそれはまあキリが良くなってよかったっていうふうな印象を持っていました。で、ここからなんですけど、まあ、Apple ですね、ストアの最低価格が120円から160円にというところで、10月5日からですね、この、アプリの値上げというのが始まります。10月5日から、チリ、エジプト、日本、マレーシア、パキスタン、ポーランド、韓国、スウェーデン、ベトナム、およびユーロを、通貨とする全地域の Apple Store での、アプリとアプリ内課金ですね、自動更新サブスクリプションを除くんですけど 5% の価格が上がります。ベトナムでは 5% の付加価値、5% の法人所得税と。で、他のところは、まあ、特に書いてないですね。まあ、ただですね、まあ、いろいろ書いてありますけど、まあ、10月5日からですね、日本では放置少女の課金もですね、今120円というのが最低価格かと思います。高音ギフトとか切断ケースとかあの辺ですね、というのが120円で最低価格で課金できると思うんですけど、変更後が160円になります。で、App Store の価格はですね、開発者がまあ自由に決められるわけではなくですね、120円とか250円とか370円とか、この辺のあたりの金額ですね、皆さんよく見ることになるかなと、よく見るか価格かなというふうに思うんですけど、Apple 側がですね、あらかじめ、設定した価格の中から選択するような形式になるんですね。まあ、なので、Apple が、まあ、いくらで売ってくださいよって言ってしまうと、まあ、そうせざるを得ない、アプリ会社的にはですね、そうせざるを得ないというふうな状態になると。で、まあ、こうなってくると、まあ、金額は多分変えないといけないと思うんですよ。今まで120円だったやつが160円とか、まあ、250円だったやつが320円とか、980円やったやつが1200円とか、まあ、こういうのは変えないといけないと思うので、まあ、アプリ側の対応としてはですね、まあ、例えば、パズドラであれば魔法石、放置少女であれば原宝ですかね、この辺の、まあ、量を調整することで、まあ、なんとかですね、まあ、一応課金額に対して損はしないようにはしていただきたいなというふうには思います。まあ、日本ではおおむね25から 35% 値上げと、新価格一覧ちょっと見てみたんですけど、ティアっていうのに、応じてですね、決まってるんですけど、まあ、今のティアがちょっと分かんなかったので、まあ、ここではやめておきます。まあ、ただですね、だいたい 30% くらい値上がりするっていうところで、今1万円ですね、原本課金していると、すると、ま、だいたい1万3000円くらいになる。1万2000円の、まあ、キザの水引きとか購入していただくと、30% だと1万5000円とかですかね。1万5000円とか6000円に値上げしちゃうっていうところになるので、まあさすがに中身ですね、は良くなったりとかするんじゃないかなと思うんですけど、まあちょっとなんとかしてですね、まあ課金額変わらないようにできるならしてほしいなとは思うんですけど、ちょっと難しいんじゃないかなと思っています。まあこれはですね、もう10月5日からどうしても起こってしまうことになっておりますので、まあこれはちょっと放置少女が悪いというか、Apple さんがですね、決めたことになりますので、まあ、できれば、まあ、放置少女が過疎化、こちらの値上げで過疎化するとか、そういうのはなかってほしいなと、個人的には思っています。まあ、これで今回の動画を終わりにしようと思います。これからも放置少女の動画を上げていくので、もしよければ Twitter のフォロー、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。